三崎マグロキップ、三崎マグロキップは、京浜急行電鉄が発売する企画乗車券である。三崎口駅行き列車三崎漁港の、坂梨上発駅から三崎口駅までの往復乗車券と三崎、城ヶ島、長井地区の京浜急行バスフリー乗車券、マグロ満腹券、三浦、三崎思い出券がセットになっている。発売開始は2009年8月で、当初は、 三浦半島への観光客誘致を目的とした期間限定企画だったが、後に通年販売となった。マグロ満腹券は32店の対象店舗で、三崎マグロを主とした特別メニューを利用可能な食事券。三浦、三崎思い出券は対象店舗でのお土産の引き換え、京急油壺マリンパークの入館、観光船の乗船、城ヶ島京急ホテルや、 三浦真ロ場温泉、長井海の手工園ソレイユの丘の温浴施設の日帰り入浴、レンタサイクルなどが可能である。旅番組や情報番組でも取り上げられ、年間販売枚数は、初年度である2009年度の15,898枚から2014年度20万枚を突破し、2016年度は157,461枚を記録した。 特に三浦海岸駅周辺の線路沿い、河津桜と名の花が咲き誇る2月後半の利用者が多い。2017年10月5日に価格改定を伴うリニューアルが行われ、食事、土産の対象店舗の追加、路線バスのフリー区間のソレイユの丘方面への拡充、三浦、三崎思い出県でのみ、乗車可能な京急オープントップバスの運行が開始するとともに、 チケットの名称が、選べるマグロ食事券から、マグロマンプック券、選べるレジャー施設利用券はお土産券から、三浦、三崎思い出券に、それぞれ改められた。京急オープントップバス、運行会式年式典において、三浦市の吉田秀夫市長は、電車賃無料と言えるほどのサービス商品と評価し、市内の路線バスについても、本来利用者の少ない日中の時間帯でも多くの、 乗客が見られると述べている。降落シーズンには一部の店舗に混雑が生じることから、三崎口駅と三浦海岸駅の液晶モニター及びウェブサイトで混雑状況の表示を開始した。京急では値上げ分の一部を従来からの施設の取り分の上乗せに充てるとしている。同日より12月3日までの期間限定で、三崎口駅の駅名標が三崎マグロ駅に掛け替えられた。 西武鉄道、西武線発、三崎マグロ切符線学寺駅、三崎口駅を除く京急各駅の自動券売機で販売している。2017年6月17日からは、西武鉄道でも、三崎マグロ切符の発売を開始した。初駅から池袋駅、または高田の馬場駅までの往復乗車券のほか、三崎マグロ切符引換券が発見され、 京急品川駅で引き換える。池袋、高田の馬場品川駅間の運賃は含まれない。また、池袋線は、東京メトロ副都心線、東急東横線と直通運転を行っているが、これらの路線を経由して、横浜駅で京急に乗り換えての利用もできない。ありがとうございます。